皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのやすんです。今日の卓球知恵袋は、バック表ソフトでのカウンター、相手のループドライブに対してのカウンターをやっていこうと思います。質問でスピードドライブ、ループドライブに対してのカウンターを教えてくださいということで、今回はループドライブに対してという形でやっていきたいと思います。まずバック表ソフトという戦型なんですが、実は相手にループドライブをされる確率が高い戦型だと言えます。表ソフトっていうのは前陣でこうできるだけ速い打点で捉えていくプレーが多いんですが、そのリズムを崩すため、速い展開からゆっくりにこうリズムを崩すためにゆっくりなループドライブ、ふわーんと高い球でリズムを崩してくる相手っていうのはとても多いです。リズムを崩されることでその打球点やピッチっていうのが不安定になってミスが増えやすいからですね。なので逆に言えばこのループドライブっていうのをしっかりとカウンターで叩くことができれば相手には大きなプレッシャーを与えることができます。こう表ソフト崩しのループドライブっていうのを使えなくなるためですね。なのでこのループドライブに対してのカウンターっていうのはしっかりとやり込んでほしいテクニックになりますので、ぜひ、最後まで話を聞いてほしいなと思います。まずループドライブというのは、浅いループドライブと深いループドライブに分かれます。これは高い球なのでこうネットを越えた時にどこに落ちるかっていうのを調整しやすいためです。スピードドライブだとバウンドさせる前後の位置よりもこうどちらかというとこう向かっていくスピードを意識するっていうことの方が強いんですが、ループドライブに関してはこの前後浅く入る深く入るというのを調整されるので、まずはこの浅い深いを見極めるところから始まります。でまずはその浅いループドライブに対してのカウンターを説明していこうと思います。まず浅いループドライブに対してのボールを捉える地点です。ボールを捉えるところはボールが落下してすぐだと浅いのでネットに近いところであまりにも低い打点で捉えるとネットミスを頻発してしまいます。ですのでバウンドしてネットの高さをしっかりと超えたあたりでちょっと高めのところで打つ、もちろん高すぎると詰まってしまうので自分の打ちやすい位置で保つことは大事なんですけど、ある程度ネットの高さを超えたぐらいのところでパーンって叩くようにしてみてください。で2つ目のポイントは、インパクトをできるだけ強くします。ループドライブっていうのは回転がかかっているのでインパクトが弱いと回転量に負けてこうボールを吹かしてしまうことが多くなってしまいます。どちらかっていうと回転に負けないように自分の力でこうパーンって抑え込んでしまうような感じで相手のコートに一直線に打ち込むようなイメージで打ってください。ね、浅いループドライブだと比較的ネット寄りなので相手のコートに上から下にこう叩きつきやすいので一直線にこうパーンって叩き込むような感じで弾いてください。これがループドライブに対してのカウンターのポイントになります。ここでオーバーミスが多い方っていうのは相手コートにうまく叩き込めてないのでイメージ的にはもっと浅いところを狙うつもりで少し強めに叩いてやってください。次に深いループドライブに対してのカウンターを説明していきたいと思います。深いループドライブに対してはできるだけこうバウンド直後を捉えるようなイメージでやってみてください。私たちバック表はあくまでこう台の近くにいることが多いので深いボールに対して打点を遅らせてしまうと下がりながら打つしかなくなってしまいます。そうなると詰まってしまってうまくカウンターっていうのができないので深いループに対してはこう速い打点低いところで捉えるようにしてください。表ソフトっていうのは直線的な球が出やすいラバーになります。というのも上回転が強くかからないからですね。なので速い打点で捉えた際にあまりにも強い力でコントロールしようとすると直線的なボールがネットに突き刺さりやすいというような形になってしまってミスが頻発します。ですので、深いループドライブをカウンターするときはどちらかというと 7,8 割ぐらいの力でカウンターするように意識してみてください。どちらかというと
こう相手コートに深く狙うようなイメージ、こう距離が長い、ネットまでの距離が長いので緩やかにこうネットを越えて相手コートに深く入るようなイメージで 7,8 割の力で打球してください。どうしてもループドライブが深いと 100% の力でのカウンターっていうのは難しいので、どちらかっていうとコース取りと深さ重視なイメージのカウンターにしてみてください。ここで、やはり重要なことはいかにこう浅いループドライブ、どこにバウンドするかっていうのですね、浅いか深いかっていうのを見極めることがとても重要になります。浅い時は一発で狙いに行けますし、深い時はどちらかっていうとこうその一本で決めるというよりは次のボール、次の球を待つっていう形になるので、この使い分けっていうのをしっかりすることが重要になってきます。練習としてはいろんな球を混ぜてもらいながら判断力を養うようにすると、このカウンターの技術プラスこの判断力っていうのが身につくと思いますので、ぜひそういう方法で練習をしてみてください。では実際に浅いループドライブに対して深いループドライブに対してそれぞれカウンターをやっていこうと思います。